明けましておめでとうございます。焼き鳥です。ですね、新年一発目なので景気よく花火打ち上げてみました。ちょっと昼間の花火で華やかさにかけますけど、今年も一年頑張っていこうかなと思います。で、早速なんですけど、まあこの C さんの街ですね、ここまだ自分行ったことないんで今日はここに行ってみようかなと。新年一発目のチャレンジですね。なんか意外めちゃめちゃゾンビが多くて恐ろしい街だって噂だけは聞いてるんですけど、ずっと建築ばっかしてたので探索に行こうかなと思います。いやー、皆さんお正月はどんな感じで過ごしましたかね。焼き鳥はですね、結構忙しく過ごしてて、ちょっとだけ実家帰ったりとかしてましたね。なんか年々お正月気分が抜けていくっていうか、なんかお正月にああ休んだなーっていう感覚が減ってる気がしますね。気のせいかもしれないですけど、なんだろうな、危なー、あー危な。なんか車めちゃめちゃスピードが出やすくなりましたね。油断してるとあっという間にめちゃめちゃ速くなっちゃう。おー、早速、あ、見えてきましたね。あ、大きい町ですね。ここかな。あ、そうだ、これが大きい町の端っこぐらいですね。すごいな。今までこんな大きい町行ったことないんで、どっから見たらいいかわかんないですね。でもそこになんかスーパーマーケットみたいになるんで、まずそこから行ってみましょうか。気をつけよう。なんか爆発ゾンビとかいたら嫌ですよね。あ、やっぱスーパーマーケットですね。ここ行ってみましょうか。食べ物とかいっぱいありそうですね。しかも車もいっぱい落ちてる。まあ乗れない車ですけど、ちょっとまずは全体像を見てみますか。まず初めてなんで特にいらない。あ、ちょっと暑いみたいですね。お、でも意外とゾンさん少ないっていうかいないですね。あ、ここが正面入り口ですね。じゃあ、斧構えていくか。斧3番、4番。これでいこう。お邪魔しまーす。あ、これイートインコーナーみたいな感じですかね。お、ワイン。うん、お腹が空いてきちゃったんで、ぜひともここはスーパーマーケットでなんか食べ物をゲットしたいですね。おおおお。クリアリングちゃんとしないといけないですね。そして今石鹸を見つけました。これでまた洗濯しよう。そうそう、それから自宅にですねワークベンチを置いたので斧、修理することができました。まあ、ただ耐久かなり減っちゃって 50% を切ってたんで 50% までしか回復できなかったんですよね。そこがちょっと心残りですけど、なので次斧拾ったらもう耐久が50切らないようにちょいちょい修理しながら使っていこうかなと思ってますね。お、また石鹸、いいですね。生活必需品はやっぱこうスーパーとかに落ちてる感じなんですかね。
輪ゴム。そっか、この便器の蓋が閉じてるトイレは調べられるんですね。セブンデイズだとあそこから汚水が出てくるパターンですよね。ここは、ああ、2階とかに行くのか。一旦じゃあ閉じて、1階を見ていこうかな。お金があるのかな。ああ、ありますね。そしてお腹がすごい減っちゃったんで、なんか食べよう。あとチョコレートも食べちゃうか。拠点で早く農業もやりたいですね。あと動物だな。動物をどっかで狩らないと食べ物が安定しないな。お肉があればだいぶ安定しますもんね、食べ物。こういう棚は、あ、なんか落ちてる。くるみ。よかった。食べ物だ。お、種。コーン。コーンの種ですね。お、玉ねぎ。やっぱ食料品がポツポツ落ちてますね。もっとなんかがっつりした食べ物が欲しいんですけど。パンとか落ちてないですかね。あー、なんかハロウィンのマスクでしたっけ。あ、ここ調べられるんだ。そしてなんかサンタ帽がありましたね。あ、間違った。よいしょ、こっちにしとこう。おー、パンがあるじゃないですか。最高。あー、チーズスライス。あ、これでチーズサンド作れんじゃないですか。素晴らしい。まあ、チーズサンドなんてクラフトメニューにないかもしれないですけど。あ、なんか落ちてる。帽子か。じゃあ拠点でお腹が空いたらこのスーパーに食べ物を探しに来る感じですね。そっか、今度から拾った野菜は無理に食べなくても、種にするっていうのも手ですね。農業やっていくんだったら、種はどんどん必要ですもんね。わー、調べるとこいっぱいだ。嬉しい。じゃあ2階見ていこうかなと思ったけど、その前にこのゴミ箱スペースみたいなのも見ていく。お、これは屋上に出んのかな。おお、びっくりした。ロボか。ロボっていうか、あの撮影のドローンですね。屋上ってでも特に何かあるわけではないですね。こういうとこにも拠点って作れるんですかね。まあでもこんなとこ下手に拠点化しちゃったら、あれか、ゾンさんが湧いて大変なのかな。ああ、間違った。おお、安全ピン。ありがたい。安全ピンでもだいぶ集まってきて、今度は逆にドライバーが不足してきた感じですね。ドライバーを集めなきゃいけないけど、どこにあるんだろうな。なんかドライバーが出やすい場所ってやっぱあるんですかね。ガレージとかからはよく出るイメージがあるんですけど、どうだろうな。この近く意外とガレージがないんですよね、拠点の近く。だからどうしようかな。なんもないですね。スクラップで、これで下に降りると、あー、1階に戻ってきた感じですね。じゃあここで外出ちゃうのかな。あー、やっぱそうだ。こんなもんか。じゃあすぐそこの倉庫みたいなのを見てみようかな。なんか
工具類ありそうな雰囲気漂ってません？あ、でもフェンスがあって、あ、ゾンさんもいる。入れないかな。おお、そんなとこに。転びました今ゾンさん。なんか他のゾンさんも反応しましたね。来るなら来てほしいの。あ、いたいたいた。うん、大きい倉庫ですね。ゾンさんはいないけど、物もないな。あそこにゾンさんいる。そしたらクロスボウでやっちゃおうかな。この間サンタさんのプレゼントで、4倍スコープもらったんですよね。なのでクロスボウにつけてみました。これでめっちゃ遠隔も狙いやすいと。でこんだけ遠隔だと攻撃してもゾンさんこっちの姿が分かんないんで、一方的にやれる感じですね。ヘルメットこれに変えていきますか。とうとうパーティー帽卒業ですね。おお、レンガ、あ、オープンだ。ゾンさんいた。いや、なんか足音がするなとは思ってたんですよね。いや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 、オッケー。レンガか、今はいらない気がするけど、一旦持ってみますか。拠点でレンガ使うんじゃないですかね。まあでもその時はレンガ工場行った方が早いのかな。うん、捨てて後、まだどの道レンガ、まあそもそも住宅がレンガ作りにアップグレードできるのか知らないんですけど、まあ、まだその時じゃないんで、その時になったら取り来ればいいか。で、中は、あ、ゾンさんがいる。物資ないんで、じゃあ、おやすみなさい。な、補給物資も来る。忙しいな。C4、 あー、ちょっと遠いけど取り行くか。よし、じゃあ補給物資もらいましょう。下って川を渡って感じか。まだ17分あるんで余裕ですね。じゃあ開けていきましょう。取り出すヘアピン。クラフトロックピック。はい、じゃあ順番に見ていきましょうか。まず1個目。おー、ロックピックセット。ドライバー欲しいですね。あー、言ってたら高級なドライバー。いいですね。あの普通の赤いドライバー売り切れちゃったんで、めちゃめちゃ助かりますね。あー、工具セット。あー、チェーンソー。チェーンソーありがたいですね。拠点まだまだ作っていくんで、拠点作りに欠かせないですね。あー、あと AWP、
あ、いいっすね。ちょっとこれは持てないんで、また取りこよう。と、お酒。あ、チェーンソーありがたいな。これ拠点作りがはかどりますね。いやー、助かる。むしろもっと早く欲しかったぐらい。あら、乗れないバグだ。まずいな。乗れない、車に乗れないバグが修正したっていうアップデートが来てたんですけど、未だにちょっと乗れないときありますよね。微妙ななんか段差なのか何なのか。どこ見ていこうかな。見るとこいっぱいありすぎて、迷っちゃうんですけど、これどんどん車で侵入して大丈夫なんですかね。なんかそれも危険な香りがするけど、車を置いていくのも怖いですよね。いざという時パッと逃げらんないもんな。じゃちょっと街を探検して、何を見るか決めよう。どこの施設を漁るか。一軒一軒片っ端からやってたらもう日が暮れちゃうと思うんですよね。ピピピちゃんがいたら終わるな。この辺はマンションって感じですね。 あそこなんか陸上競技場みたいなのあんな。うわー、道がやば、ピピって言ってる。どこで言ってる？出てこない？今絶対ピピって言ってましたよね。オープンの道が悪くて進めなかったんですよね。今追いかけられてたら終わってたな。うわー怖っ。なんかいろいろありすぎて迷っちゃいますね。どこ見ようかな。なんか美味しいところってあるんですよね、きっと。ここを見るのが鉄則だ的な。どこなんだろう。なんかせっかくだから変わった建物行きたいですよね。あれ、立体駐車場。ここは何なんだろうな。壁で囲まれてて、なんか塔みたいなの立ってますよ。おー、びっくりした。これ普通のゾンビか。普通のゾンビだったらいいや。もこれ見てみますか。なんかちょっと変わった感じで。で、ゾンさん邪魔だな。引けないんだよな、今ゾンさん。間違った。いや、早速開けたらいるとは。そして M16 撃とうとして間違って、クロスボウ撃ってましたね。危な危な。あそこにもいるな。やっぱ危険ですね。ここは何なんですかね。ちょっと怖いけど、身近なところから見ていきますか。うわ、びっくりした。おー、これなんと、いや、何度来てもびっくりするな。サンタさんのプレゼントですね。開封
あ、これ開封しないで普通に車持ってった方が良かったかな。まあ、いっか。あー、何でしたっけこれ。あー、なるほど。銃だ。どっちがいいんだろう M16 と。でもなんか M16 のが良さそうかな。あ、でもこれ、サイレンサーついてんのかな。よくわかんないな。よいしょ。まあ、もらっときましょう。もらっときましょう。ビール。あ、チョコ。あー、びっくりした。サンタさんが来てくれるのは嬉しいんですけどね。ちょっと慎重にクリアリングしていきましょう。あいつをやっちゃいたいな。あー、ファイヤーステーション、消防署ですね。初めて来ますね。消防署って何があるんだろう。なんかいろんな機械みたいのがありますね。あ、でも調べらんないな。あ、なんだろうこれ。あ、なんも調べらんない。なんかいいものありそうな雰囲気漂ってるんですけどね。おお、ゾンさん。そうだか。ゾンさんがワーファー言ってますね。なんか登ってくるかな。ここは隊員の休憩所って感じですかね。ワイヤーカッターか。お、びっくりした。なかなかいいものがないですね。3階行けるのか。うん、もう1回上に上がってみますか。おー、筋トレスペースだ。休む。筋トレできないんですかね。筋トレしたいな。休んじゃいますもんね、これだと。意外と何もなかったな。ここは何だろう。あ、消防署長が待機してるオフィスかな。なんかそんな感じですよね。おー、チェリッカン。
お、また斧が落ちてますね。パンとかってどっか、あ、ここに入れられんな。この奥には行けないですね。行きたいな。あら、斧をどっかで落としてきましたね。まずいな。あれ、どこだろう。あれ、いつから斧なくしてましたっけ、自分。やばいな。さっきチーズを食べた時に落とした気がすんな。いや、その前から落としてんのかな。近接で最近戦いましたもんね。あのお気に入りの斧ないとまずい。ちょっとここをもう一回戻ってみよう。あれ、本当にないぞ。まずいぞ。最後近接で戦ったのってどこでしたっけ。なんで落としちゃったんだろう。もう荷物が持てないから、何か食べたりした時に落とした。ないもんな。やば。だとしたら、あ、2階、これはこっちだもんな。ここ出てきて、もう湧いてるかな。あ、もう湧いてるし、それは困ります。まずい。斧どこで落としました。粗末な斧。銀の斧でも金の斧でもなく普通の斧です。すいません、斧落としました。あれ、マジで見つかんないですね。あ、あった。あー、ありましたね。あー、危な。あー、よかった。そしてでももう耐久が38だ。次拠点帰ったら修理しないとですね。おー、なんかいいものありそうなとこ来ましたね。あ、そしてまた斧落としたんじゃないですか。お水を飲んだあたり。あったあった。いや、気をつけないとだな。
これ絶対なくすな。おお、消防用ヘルメット、作業用ヘルメット、せっかくなんでこっちに変えていきますか。あ、またドアがある、車のドアが。パーキングセンサーはいらないかな。ホースもちょっと使い道が分かんないですね。あ、そしてジェリカンがある、持って帰りたいけど、いや、ちっちゃい方だな、スモールにしとこう。斧のしまう場所作れば最悪持ってけんのか。これで蛍光管持てるように、なりましたね。これで外出ちゃうのか。なかなかこれといって嬉しいものがないかも。これで一通りですかね。あの2階とか見たっけかな、記憶がないな。ああ、ここ見てないですよね。ああ、調べらんない。タフだな、このゾンさん。あー、いっぱい撃たれちゃった。あー、でも大丈夫。洋服とかはちょっと傷ついてますね。うん。あんなとこに、あ、ゾンさんめっちゃいますね。あそこにもいるし、あそこにもいる。眺めはいいけど、あ、いいじゃないですか。 M9 こうだな。はい、というわけで今日はですね、2箇所スーパーマーケットと消防署探索したんですけど、この辺で一旦動画終了にしようかなと思います。でまだ明るいんで引き続きこの街探索していこうと思うので、続きが気になるよって人はぜひチャンネル登録してください。高評価ボタンとかコメントいただけると励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。焼き鳥でした。